どうも、面白ひげメガネです。つまらなハゲ坊主です。いいですよ、わざわざ俺の自己紹介に合わせなくていいです。自分らしくいてくださいよ。鼻からこんにちは。面白い。相変わらずの絶好調ですね。ありがとうございます。ということでですね、本日はこちらトム・ブラウンの、道夫さんをちょっとこの古代エジプトタロット占いでね、占おうと思います。よろしくお願いします。よろしく。でももう今は結構ノリに乗ってるじゃないですか。いやでももうギリギリ低空飛行の低空飛行で。なるほど。マジで今後気になります。そうですよね、はい、今一番大事な時期っちゃ大事な時期ですもんね。いやちょっと占ってほしいや。いやそうです。どうします、この占い。一応ね、結構何でも見れるんですよ。その仕事も見れるし、はい、恋愛でも金運でも健康でも何でも見れますよ。あ、じゃあ仕事運、まずじゃあやっぱり仕事運ですよね、はい、気になりますよね。わかりました。じゃあトム・ブラウンとしての仕事ですかね。まあ、そうですね。一人にします。その布川はほっぽいて自分だけ売れてやろうみたいな。じゃあほっぽいて一人だけ。いやコンビでお願いします。本当は優しいんだから。知ってんだから。言わなくていいんですよ。付き合い投げんだから。性格いいな、知ってんだから。ファニーで言ってんだから。ファニーで。じゃあ分かりました、はい、トム・ブラウンとしての今後の未来の仕事を占わせていただきますんで、今これ78枚カードがあって、はい、2枚カードを引かせていただいて、1枚目が今後の未来の仕事運のカードで、もう1枚がその仕事運をさらに良くするための対策のカードを引かせていただくんで。対策あるんですね。対策あるでしょ、そこは救いがちゃんとありますんで。おおすごい。じゃあ1から78のうち好きな数字2つ言ってもらっていいですか。7と3。7と3、分かりました。1、2、3、4、5、6、7と1、2、3と、はい、はい、じゃあ同じ先ほど言ったように、こちらが今後の未来の仕事運のカードで、こちらが対策のカードになります、はい、じゃあ順に見ていきましょう、はい、未来の仕事運のカードこちらです。はい、このカードですね。何ですかこれ。金ピカのね。キラカード、まあ、全部キラカードなんです。全部キラカード、全部キラカードなんですけど、トム・ブラウンとしてはね、結構ね、まあ忙しいですよ。それなりに仕事はあると思っています。ありがとうございます。結構なんかどういう意味で、まあ、これ結構ね、絵柄の通りっちゃ通りなんですけど、こうバタバタ、あーそういうことですね、忙しい感じ、ドタバタしてるような感じなので、まあその結構そのなんだろう、楽ではないですけど、はい、精神的に結構まあいろいろ大変だなっていうのはあるかもしれないですけど、はい、まあそれはその分それだけ仕事があるっていうことだと思うので、一応その仕事の量に関しては、まあとりあえずは大丈夫かなと。ありがとうございます。いい感じですね。じゃあこの未来のこの仕事をさらに良くするためにどうしたらいいかっていう、はい、それがこちらでございます。はい。あ、キラカード。キラカード。全部キラカードなんですよ、これね。これ毎回ね、見せるたびに芸人全員そう言うんですよ。キラカードだって。まあ、あの、対策、女性が、はい、そうですね、対策としては、まあ、あのね、結構、自分の中の、なんかこう、はい、理想というか、はい、なんかあると思うんですよ。こうしたいみたいな。はい、結構その欲求に忠実になってもいいかもしれないですね。あ、本当ですか。なんか無理に人に合わせようとか考えずに、はい、なんかちょっとわがままになっちゃってもいいかもしれないです。あ、やりたいと思ったボケを、そうそうそう、ちょっと空気読まずに、うん、言うみたいなことみたいなことに走っちゃってもいいんじゃないかなっていう感じですね。うちの親父からも言われたんですよ、この間。同じことを、まあ、欲求に忠実にっていう言葉じゃないですけど、はいはいはい、自分の思ったこととかを、うん、もう気ぃつかないで言った方がいいんじゃないかみたいな、結構気ぃ使いすぎるところがあるからなみたいな、なんか言われて。いや、わかります。なんとなくその感じはありますよね。なんか、あ、ありがとうございます。いやだから心が晴れました。そうそうそう、いや、やっぱでも結構自分のね、中にこう溜まってるものをこう正直にバーンと欲望通りに出しちゃってもいいと思いますよ。あ、ありがとうございます。そうすることでさらに未来のね、この運勢は良くなっていくと思うので、だからまあね、そこ、その、あ、すいません、あ、ごめんなさい、すいません、そう、あ、怪しいものではないんですけど。怪しいですよ。いや、怪しくないです。あ、どうぞ。佐々木さん、あのトム・ブラウンさんとタロットカードで占ってるんですけど、はい、タロット、タロットで占ってて、はい、めちゃくちゃ YouTube 用の動画を撮ってる。ああ、なるほど。そうなんですよ。あれ、ここでなんか、はい、ランチキ騒ぎする気ですか。
しないでしょ。ランチギ騒ぎに確かにうってつけの空間ではある。いや、まあ、そんなこと言って、上に劇場があるそこの。あ、ここから行くんですか。エレベーターで。はい。ごめんなさい、ごめんなさい。あ、なきゃいけないから。ちょっと待ってもらっていいですか。いや、嘘でしょ。すいません、すいませんってなると思うんです。ごめんなさい、ごめんなさい。お邪魔します。いやいや、すいません。お邪魔します。我々の方がちょっと邪魔して。こんなとこでやっちゃってて、すいません。いや、知らずのやつだ。いや、本当に。すいません。いや、本当に。そら、久しぶりです。久しぶりです。すみません、なんか、ね、いい邪魔しちゃって、こちらこそ。いやいやいや、お疲れ様です。お疲れ様です。また、ぜひです。お願いします。マルチスポーツ。マルチスポーツ。っていう。あとはそうだな、なんか絵柄とかからね、はい、いろいろこう、解釈することもできるんですけど、はい、まあ、丼みたいなのとか、ラーメンをいっぱい食いましょう。いや、ラーメンで合ってんのこれ、本当に。ラーメンをいっぱい食ってください。7杯ラーメンを食ってください。ラーメンじゃないでしょ、また。ラーメンと、あの、ワインが多分、赤ワインとラーメンの組み合わせが合うんで。紅茶かなんかだろ、これ。赤ワインとラーメンを同時に、ことによって、頭に盛り塩をすることによって。盛り塩なのそれ。そうそうそう。あ、でも、燃えてるけど。ちょっとこの女の人、ちょっと、あの、はい。あ、ごめんなさい。あ、すいません、上行きますか。あ、物取りますか。すみません、あの、ごめんなさい、勝手に。意外と人来るんだな、ここ。誰も来ねえと思って油断して。あ、全然、全然、すみません、大丈夫です。はい。あ、いや、その、この女の人が、なんかね、意外と布川さんに似てるんで。確かに。布川にじゃあ、盛り塩させる。そうそう。布川さんにドレッドヘアみたいにさして、うん、盛り塩を頭にさして、ラーメンとかワインも出してみたいになったら、多分いいんじゃないかな。いいですね。うん。面白。そうそう。それをやれば、トム・ブラウンの未来はいい感じになると思います。ありがとうございます。はい。ちょっと興奮してきました。興奮してきたよ。はい。興奮されちゃうと困るんですけど。興奮されちゃう。意味が変わってくるんだよ。ということなので、トム・ブラウン、これからも皆さん、応援してあげてください。以上、面白ひげメガネでした。つまらなハゲおじさんです。いいです、無理に会おうと。